い、皆さんこんにちは。今回はですね、このエントリーグレードストライクガンダムですね、サフェサフェという形がねちょっと透明すぎてね、よくわかんない感じなのでね、一回サフェサフェいてね、形どんなものかねちょっと見てみようかなという感じでございます。皆さんもちょっと気になってるんじゃないかなと、私らしいですまあちょっとね、あのフラッグの処理なんかしてね、ここねバンダイフラッグと呼ばれてるついてますので、ここにねこれの処理をしてからサフェイサーね浮いていこうかと思うんですけどもね、今回まあガンプラ一番くじですね、2021と銘打ってねバンダイさんがやられてましたけども、はい、まあ、取れないですねこれねグイッと入ってて取れないですね。まあ、皆さん買えましたかね。なんかあの動画ね、私あのくじ引いてきましたっていうやつね、出してたんですけどね、コメントでなんか近所ではやってませんでしたとかね、そういうの多かったんで、もしかしたら買えなかった人が多いのかなと思うんですがね、どうなんでしょうね。まあ一応ね、幸運なことに私の住んでるところの近所がね、まあ何店舗かやってくれてたみたいなんでね、いい感じに買えましたけども、このエントリーグレードをね、勝ったというか当たったところもね、まあ売り切れてましたね、ラストワン賞だから狙えませんでしたのでね。ちょっと残念だったかなというのはありますけども、まあまあしょうがないかなという感じですね。はいはい、違うね、店舗さん、にちょっとねうちの店長と買い物に出た時ね、ああコンビニがあるねって言ってね、セブンイレブンさん違ういつも行ってるところでは違うところでね、そこはね全然まだ残ってたんですけどもね場所によっては売り切れてたり、するんでしょうね。バンダイフラッグの処理もね、しなくてもいいかなって若干思ったんですけどもね、一応ね全塗装するつもりでございますのでね、せっかくエントリーグレード当たりましたね。そして、4つ当たったんですね。動画ではね、3つ当たったって言ってますけどね、その後にもね1回ジュース買いに行った時に、まあ、残ってましたね、その時はね、ちょっと引いてみたらまたねこれエントリーグレードのストライク当たったんですけど、計4つ当たったんですけどね、その時ちょうどプレゼントをねクレーンにね持ってきてくれた常連さんがねおったんで、これいるっていう話をしたら欲しいという話だったんでね、はい、まあ1個差し上げましたけどもねまあまあ3つあるんでね、1個塗ったろうかみたいな感じでございますよ今回はね。まあ塗る前にね、今回はもうサフェイサー拭いてね、ちょっと時間置かないといけませんのでね、塗装してからね、今回はフル塗装というよりはサフェーサー拭いてね、形がどんな感じかっていうのを皆さんにね見てもらおうという回なのでね、このストライクイージーストライクガンダムの続き、次の動画でね多分フル塗装のねこのエントリーグレードをお見せできるかなと思います、ね、今回は、まあ、アンテナ削ってサフェーサー拭くだけの動画でございますけどお付き合いいただければなという感じでございます。バンダイフラッグの処理ね、こういう風にすると結構簡単にできますのでね、もしちょっとアンテナ切るの怖いなとか思われてる方はね、まあ、こんな感じで処理すると大丈夫ですよということですね。順番間違えそうになりましたね今ね、はい、エントリーグレードの特徴でね、ガンダムの方もそうなんですけど、ここの目の前の黒いところがパーツとしてねありません。ちょっとアップしてお見せしましょうかね。はい、ここね隙間空いててね、こう色を塗ったらわかるのかな。まあ多分そうだと思うんですよね。色塗ったりしたら
透明なんでちょっと光が入ってしまってねあの目の周りに何もないやないかいってなってますけどね、はい、これ色塗って影になると目の周りが影になって黒く見えてね、はい、いい感じに見えますよというねものですね。エントリーグレードの特徴になっていくんですかね、はい、まあ、ガンダムこのストライクと出てね、次は何出るんでしょうね、楽しみですね。ちょっとバラしながらね、ある程度バラしたらね、はい、持ってますけどもね、はい、まあ、こんぐらいで、こんぐらいで、はい、いいよ、はい、こんぐらいでいきましょうかね。だね、サフェーサーフ行ってみます。サフェーサーフ今日ありまでスキップいたします。はい、サフェーサーね塗り終わりました。軽くねさっと拭いております。はい、やはりね、まあクリアね肉眼ではスタイルいいのなんとなく分かってたんですけどもね、はい、でもサフェーサーフ拭いてみるとかなりこのね角もピシッと出てて。はい、すごくかっこいいんじゃないかなと思います。まあ、いいんじゃないですかね。はあ、まあエントリーグレードね、もちろん2021年の12月頃にね、正式に発売、というねストライク発売ということでしたけどもね、はあ、まあ、クリアの方が珍しいとは思うんですがね、はあ、いち早く塗装状態なのでね、はあ、持っておきたかったのでね塗ってみようかなという感じですね。言ってたあの目のところちょっとアップにしましょうか。ちょっと見えにくいですかね。ちょっと上向いてね、あこんな感じで影になって黒く見えるという感じですかね。まあ、すごくね、かっこよく見えますね。なんかいい感じにね、頭顔がねかなりイケメンな感じがいたしますねもちろんね気になってたところもねこうやって、サフェサフいてしまうとね、ストライカーパクトがつくとねかなり、スタイルね、違和感なくなるのかな。まあここら辺にね、ここら辺ですね、ここら辺にストライカーパックのね、なんかモールドがこう来たりするんでこんな感じになってるのかなと勝手に解釈しながらね乾くの待っておりましたけども、かなりかっこいいですね。一番くじね、の動画でも言ってるんですよね、今回の一番くじガンプラ一番くじで一番の狙い目はこのね、イージーストライクガンダムでしたんでね、はい、これもね、ウィンダムですかね、ウィンダムのね、改造をねやってる途中なんですけどもね、そのウィンダムの改造でね、ネオロアナウク機を作っておりますのでね、なんかミサイルポットっていうんですかね、なんかまあ武装がね、なんかバックパックの武装が4つついてるんですよね、2つ2つ違う種類ね、2種類のが2つ2つついてるんですけど、それは同じ種類のが4つついてるというのがネオロアの武器の特徴なのかなと思いますのでね、そのバックパック、がね、まあ余るというかねなんでこのイージーストライクにつけてね、遊んでみようかなと思いますまあシールド、そうですね、ストライクのシールドあったかな、なんかちょっとジャンクパーツの中探してね、ビームライフルとシールドもね、まあイージーのねエントリーグレードのストライクが発売された時は多分ガンダムもそうでしたけどもね、シールドとライフルついておりましたのでね、まあそうついてつけてね、発売されてからまだ塗装してつけてもいいかなと思うんですけどね、まあその前にねちょっと雰囲気だけでも味わうのに、ちょっと欲しいなと思いますので、それもちょっとねやっていこうかなみたいな感じですね。これだけ出来がいいとどうなんでしょうね、HG いるかなってなってきますよね、同じスケールで
もちろん色分けもちゃんとされてて、エントリーグレード、これまあいくらでね発売されるのかちょっとわかんないですけどもね、ガンダムと一緒であれば1000円ぐらいなのかなと思いますね。それがまあこんだけね、はあ、ちゃんとこう腕もプランプランならないでね動いたり足もプランプランなりませんのでね、まあ HG にとって変わるのが EG になるのかな、それとも HG はさらに上の段階に進んでいくのかなって、そういう期待もね、持たせてくれるキットの一つ、エントリーグレードね、はあ、だと思いますんで、はあ、バンダーさんなんか考えがあるんでしょうね、はあ、まあ、ちょっとここがね緩いというかね、ここパクパク外れるんでね、ここの処理などをね、ちょっとしてから、はあ、またやりましょうかねここの処理多分ね、ここのこの型の内側にね、こういうここの丸が入るようになっておりますので、ここにねテンションかけてあげるとパカパカならなくていいのかな、外れなくてね、こんな感じにならなくていいのかなと思いますね。それの処理もね、次回このエントリーグレード塗りましたよっていう時にね対処してね、塗装したから塗装しなくても対処できる、接着剤いらないで対処できるみたいなのやっていこうかと思いますのでね、エントリーグレードですよね、お子様もねもしかしたら買うかもしれませんのでね、その辺もお子様も真似できるようなちょっとしたねアイデアで、こういう取れやすいところを取れにくくしたりとか遊びやすくするようなね、アイデアご提供できればなと思っておりますので、お付き合い願えたらと思います。今回はね、エントリーグレードのストライクどんな形なのか気になったので、サフェーサー吹いて確認してみましたの動画でした。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方、よろしければねサブチャンネルもやっておりますので、ね、そちらの方の登録もよろしくお願いいたします。はい、それではさよなら。